はい、こんばんは、ポップです。9月5日土曜日、今回は週末スペシャルということで、5ドルの中長期的な目線からの解説をしていきます。動画の前半部分はクロス円の5ドル円、後半部分はドルストレートの5ドルベードルについて解説をしていきますので、よろしければ最後までご視聴ください。えー、それではね、えー、早速、まずはクロス円の5ドル円、60分足のチャート、右側のチャートをご覧ください。 えこちらがですね、えー、時間軸が約1週間の時間軸となっております。えー、まずはね、今週のスタート、えー、お話をさせていただきますと、えー、77円50銭。えー、こちらの位置からスタートした1週間の始まりでございました。えー、月曜日はね、えー、大きく上げまして、78円をね、まあ、踏み上げ相場ということで、77円をね、超えている状況でございましたので、そのまま78円を超えまして、結果的には1週間の高値となります、78円50銭。 えこちらの手前まで、ねえー、上昇してきたというところが、えー、月曜日の、ねえー、展開でございました、えー、ただ、それ以降ですね、えー、まあ9月にも入りまして、えー、じりじりと、ね、移動平均線を一旦割り込んでしまいますと、まあ、落ちて、ねえー、反発しても移動平均線 反発しても移動平均線ということでね、こちらが今までの、ね、上昇トレンドの移動平均線、右肩上がりに対しまして、まあ、右下下がりになってしまいましたら、その下側で平均足のチャートが推移するという形でね、下落トレンドということで、まあ、3日にはね、とうとう行ってこいの77円50銭。 そして、大きく割り込んだところでは、こちらですね、大きく77円50銭を割り込んだ後は、77円も割り込むというような結果で、雇用統計を迎えるというような状況となりました。 えー、そして、えー、雇用統計、ねえー、発表直後は、えー、少し、ね、右往左往する中で、えー、結論ね、ね一旦ドカーンと、ねえー、77円を再度割り込むというところでちょっと、ねえーまあ、このまま5ドルは下がってしまうのかというところが、ね、心配された形でございますが、まあ、株式相場の、ね、乱高下とともに、えー、日経平均の時間外取引やダウ平均の方もも、ね、ほぼほぼ下がったところから、えー、マイナスでは終わったんですが え、V 字回復を遂げた。えー、まあ、安いところでね、えー、やっぱり買い戻すという株式の動きがありましたので、まあ、それとね、えー、相関しまして、5ドルの方は、こちらもね、えー、77円割れからえ77円50銭付近までえ回復して終わるという形でね、で少し荒れたような展開とね、えー、なりました。えー、今までね、えー、週の半ばから週末にかけて、下落トレンドが継続していたんですが、今回のね、週末の動きに対して、少しね、トレンドに変化が出たかなというところでございますので、これはね、長い 時間軸の4時間足も見ていきましょう。 今までですね、これは一ヶ月間の時間軸ということで、まあ七十七円のねレジスタンスということで、少し下側、七十六円七十銭ぐらいでねレジスタンスを食らってたというね、ねまあ八月の下旬中旬から下旬にかけてというような動きでございました。そしてね、一気に八月の下旬にかけて、今までのレジスタンスラインを上抜けしまして、七十七円というねコロナウイルス感染拡大後の高値をね一気に抜けてきますと、こちらね、踏み上げそう。 相場の突入ということで、そこからさらに100ビ50ピプスほど上げた78円50銭まで上げてきたというところでございます。まあこういったところではね、移動平均線が非常に強気で右肩上がり、その上側でね、まあサポートが入るイ線から陽線に切り替わるというような状況が続いておりましたが、まあここにきましてね、今週に入って78円を割り込んだところで移動平均線のサポートを受けれず、そして戻るタイミングではですね、移動平均線の方が陽線からイ 移動平均線付近でレジスタンスを食らうということで、ね、ちょっとここは危ないかなというところでございましたが、結局はね今までのレジスタンスラインでありました77円付近で、しっかりと4時間足ベースで平均足がね線陰線から陽線に切り替わって、まあ、長い下ひげを伴った陽、ね、線に切り替わったというところで、こちらはね少し5ドルの方は上に見ておいた方が良さそうな下ひげを伴って、その次は陽線というところでね、 急激に反発したというところでここはねテクニカル的にはちょっと上方向に見ておいた方がよろしいかなと思います私自身もですねこのまま78円を割り込んでねずるずると下げるというところよりも一旦はですね今までのレジスタンスラインでありました77円で明確にサポートが入って高いところを超えるかどうかは分かりませんが78円をね少しばかり超えてきまして猫の耳のようなダブルトップですね同じような 金まで上がってきまして、それで反落するという状況があれば、ショートを取りたいなというところでございます。よってですね、まあ、この段階からロングを取って、78円まで攻めていくのか。 どうかという、ね、選択肢もありますが、私の方はちょっとね、より慎重に行くというところであれば、一気にね、まあ、78円を上回ってきまして、78円50銭、これよりか下のタイミングでですね、前回の高値を超えない程度で、要線から陰線にね、78円を超えてからそれが出現したときに、ショートを取りたいなという形で待っております。ということでね、まあ、上がるかどうかは分かりませんが、78円を超えてきましたら、78円50銭の レジススタンスを受けるかかどうかここがね大きな勝負どころという形になりますのでこういうところでねトレンド転換の要線から陰線が4時間足ベースで出てくれば私個人的にはですねショートを取りたいと思っておりますのでそれまでロングを取るかどうかは皆さんの判断ですがしっかりとねダブルトップをつけたところではショートを取っていく戦略としていきますので1つのね投資の判断の参考にしていただければと思いますのでよろしくお願いいたします最後に冷やしだけねちょろっと見ておきましょう しの方ですね、順調な上昇トレードがコロナウイルスの、ね、感染拡大後の安値、60円付近から順調に戻ってきたということでね、1700ピプスぐらい上がっているというところでございます。今週ね、大きく下げましたがあくまでもこの右肩上がりの移動平均線、しベースのねあくまでも上側のまだ結果でございますし、これが、ね、77円のところで反発したというところであれば、これからね、また陰線から陽線に切り替わって高値をつけに行くんじゃないかというところが 想定されますので今回のね今週の下落のところはまあ、大きなねそれほど冷やしで見ると大きな下落ではないという形でございますのでまあ、こういったところをね意識しながら参考にしていただければと思いますはい、えー、では前半戦のゴードル円のね解説を以上といたしまして後半戦のゴードル米ドルについて見ていきましょう はい、えー、では、ゴードルベイドルのチャートに切り替えさせていただきました。えー、こちらの方もね、えー、基本的な動きというところでは、ゴ、えードル円と同じような形でございますが、まあ、具体的な、ねえー、数値が変わってきますので、まあ、そういったところも、ねえー、含めながら解説をしていきたいと思います。えー、週の始めは、ですね、えー、こちらはゴードル円よりも高値付近の7.35付近からスタートしたというところでございます。 その後、ですね月曜日から火曜日にかけまして1週間の高値であります0.74。 えこちらをね、えー、つけるという形でピークを迎えましたが、まあ、5ドル円と同様に、ですね、えー、中盤以降、ですね今まで上がってきた移動平均線ね、ね、えー、しっかりとサポートがね右肩上がりの移動平均線付近で、陰線から陽線に切り替わってたというところがありましたが、えー、こちら、ピークをつけてから移動平均線をね一旦下回ってしまいますと、まあ、えこちら、陽線から陰線にえ移動平均線付近。 そして反発しても移動平均線、反発しても移動平均線ということでね、もろにこの右下下がりの移動平均線と平均足がね、こちらの移動平均線よりか下側でレジスタンスを食らうというところがね、もろに現れた週中というところでございます。そして週末の、ね、雇用統計は同じように、こちらがね、一旦下方向に触れるも、7.25を割り込んだところでですね、大きく下髭をつけるような形で結局は V 字回復ということで トレンド転換を想定させる終わり方をしたからというところは5ドル円と全く一緒でございますこれをです、ね、4時間足見ていただきますとき綺麗な、ね、上昇トレンドから下落トレンドに移り変わってそしてまたもや上昇トレンドに向かうかどうかという、ね、色が見えてきたというところでございます、まあ、振り返ってみますと、ね、こちらの方うも7.30 こちらを抜けたところから一気に吹き上がったということで、踏み上げ相場の突入。ただね、今回0.73ですね。こちらのところではサポートが一旦入っただけで、要請に切り替わるようなサポートは入らなかったというところでございますが、その前段階の0.725ですね。こちらのところで過去のレジスタンスラインがありましたので、ここで一旦サポート、レジスタンスがサポートに切り替わったかなというところでございます。 そして、ね、これから移動平均線が上方向から降ってくるので、まあ、レジスタンスが危惧されるところ、そして0.73という、ねえー、節目もありますので、まあ、この辺りで、ね、レジスタンスを食らうんじゃないかというところもあろうかと思いますが、まあ、現にね一旦過去のこちらの、ね、0.73を超えたところの移動平均線は無視されておりますので、まあ、今回も、ね、そのまま無視して上に上がる可能性も十分にありえるかなというところでございます。そして狙いどころとしましては、 まあ今の段階でね、長い下、比喩を伴って、その陰線から要線に切り替わったというところでね、ねロングを組むというところでもよろしいかと思いますし、まあ、先ほどのね、5ドル円と同じように、ダブルトップ狙いということで、まあ、0.735ですね、こちらを超えてから0.74付近で要線から陰線に切り替わるタイミングがあれば、そこでね、一旦ショートを組んで、猫の耳ですね、ダブルトップをつけたところで、まあ、トレンド転換するというところをね、想定する。 いうのであればその水準で、えー、ショートを組むというところでねまあ、ロングを組むかどうかは別としましてまあ、私は上に来たところでは、えー、そういったところはねショートを推奨したいなというところでございますえー、もちろんね当たるかどうかというのはねわ、えー、からないところでございますがまあ、このような動きがあったら、えー、こうなるだろうというところを想定しながらですねまあ、想定が破れた場合はポジションを取らないというところでよろしいかと思いますしまあ、想定通りの動きがあればね、えー、まあ、そちらに従って、えー、ポジション最初の決めた戦略に基づいたポジションを取るという いうこととを繰り返していきますと、まあ、当たる、当たらないはもちろんあろうかと思いますが自分自身が考える力がね増えてくるというところがあろうかと思いますのでその辺りはねしっかり想定してそのねパターンにはまったときのみ、えー、ポジションを取るというところをね意識していただければトレードのねアップにつながるんじゃないかなと個人的には思っておりますのでぜひぜひ、えー、戦略ね土日の方に考えていただければと思います。最後にしの方を見ておきましょう はい、えー、こちらの方うも5ドル円と同様ですね、えー、大きく上昇トレンドが、えー、続いておりますが、まだまだ移動平均線よりか上側でね、えー、反発している、えー、形でございます。えー、このような形で、えー、もう一度ね、えー、高値0.74付近まで、えー、上がるんじゃないかと、個人的には思っておりますので、皆さんはね、えー、どう思うでしょうかというところでね、まあ、日足の方、えー、しっかりと移動平均線が右肩上がりで、今までもね、移動平均線よりか上側、かつ、えー、もしくは移動平均線付近でね、えー、しっかりと陰線から要線に来て ってるそして今回も、ね、V 字回復によって、えー、なんとか切り替わりそうだというところでございますので、えー、高値をつけに行くというところを、ねえー、想定してもよろしいんじゃないでしょうかという冷やしでございます。 はい。以上でね、5ドルの解説を終わりにしたいと思います。今回の動画が少しでも参考になったという方いらっしゃれば、ぜひ、いいねボタンの方よろしくお願いいたします。あとね、ツイッターの方や、ツイッターの方ではトレードの報告、そして LINE の方はね、トレードポイントの配信ということでね、継続してやっておりますので、よろしければ概要欄の方から登録の方よろしくお願いいたします。 今回はね、以上でございます。ちょっと台風もね、近づいているということですので、その台風や体調管理にはね、十分に注意をいただきながら、また来週もトレード頑張っていきましょう。今週はお疲れ様でした。バイバイ。